曹操はまだ狩りを楽しんでいる様子。のんきなものですな。今のうちに宮中の要衝を抑える。愚者に渡った実権を速やかに取り戻すのだ。城門の詰将を抑えましょう。曹操が帰ってきた時に役立つ。伝令の姿を確認しました。向かう先は曹操のもとでしょう。武器庫も制圧するべきでしょう。まあその重要性はご存知とは思います。危ないところでした。援軍感謝いたします。私も鼻が高いです。さすが父上。逃がしはせんぞ。再び伝令を出したようです。往生際が悪いことだ。兵士の詰め所があるようです。父上いかがいたしましょう。無論制圧する。兵どもを威圧すれば我が手駒となろう。このままでは。敵将、私が討ち取った。曹操の知恵袋カンハンが逃げたようです。しつこく伝令を出していたのは奴でしょう。敵将、私が討ち取った。なんと分かりますって。父上に頼みませんか。と戻ってくる。やれやれ、めんどくせ。少女、その口癖は慎むことだ。面倒事を避けては気を逸することもあろう。今ここに来なせよ。チームでは敵を消える。
私も鼻が高いです。さすが父上。消えるぞ。敵将、私が討ち取った。消えるぞ。ここは守りを固めねばな。手の子も引いてはならぬぞ。誰か芝居を止めよ。時間を稼ぐのだ。強気しよう。私の行いは全て味方に。貴族のため。逃がしはせんぞ。私はまず。